皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。お母さんの算数数学教室、今回は移項を使って方程式を解く方法を復習していきます。まず移項というのは何か。移項は等式の項を、等式ってイコールで結んであった式ですね。この項を符号プラスとマイナスのことですけど、これを変えて左辺から右辺に、または右辺から左辺へ移すことです。左辺というのはイコールの左側、右辺というのはイコールの右側のことです。まず基本の1、文字の項は左辺へ、数字は右辺へ移行します。括弧1、 3x-4 は11。この 3x の種に-4 というふうに数字の項がありますよ。ですからこの数字の項は右辺へ移します。 3x はこれ符号を変えるんですから、-4 は足す4に変えます。11足す4と、11の後ろに、足す4、こうなるんですね。 3x は15、両辺を3で割って x は5と、このように方程式を解くことができます。括弧2番、 3x-20 はマイナス 2x、左辺の方に-20があって、上の方にマイナス 2x がありますよね。ですからこの-20は右辺へ、マイナス 2x は左辺へ移行します。 3x+2x は、この-20はプラス 20になるんですけれど、ここでは最初に来るのでプラスは書きません。ですから 3x+2x は20、こう書きます。 5x は20、両辺を5で割ります。そうすると x は4になりますね。このようにして方程式を解くことができました。では基本の2番です。括弧のある方程式は括弧を外してから移行します。括弧1、3括弧 x-2 括弧閉じ足す x は3、マイナス3ですね。マイナス30でした。これまず分配法則でこの括弧を外します。 3×x、 そして 3×-2 をやると 3x-6 足す x イコールマイナス30、このようになります。この 3x-6 の-6、数字ですから右辺に移行します。 3x 足す x はマイナス30の後ろに足す6と、このように移行するんですね。で 4x はマイナス24、両辺を4で割ります。 x イコールマイナス6と、こうやって方程式が解けるんですね。括弧2番、 5x-3 は2括弧 x+3 です。この括弧の部分ね、分配法則で同じように括弧を外します。 5x-3 はこれ 2×x で 2x、2×3 でプラス6と、こうなりますね。で移行します。 5x、 この 2x は移行すると -2x イコール6、-3は +3 になりますね。と 3x は9、両辺を3で割って x は3と、こうやって方程式が解けます。では、基本の3番と4番に移ります。基本の3です。係数に小数を含む方程式は両辺に10とか100をかけて係数を整数にしてから計算していきます。括弧1、 0.4x+0.7 はマイナス 1.7、
これを10倍します。 0.4x 足す 0.7、 これを10倍します。イコールマイナス 1.7 かける10、両辺10倍しますね。そうすると 4x 足す7はマイナス17と、こうなって、この足す7を移項します。 4x はマイナス17引く7と、 4x はマイナス24と、 x はマイナス6と、両辺を4で割るとマイナス6になりますね。こうやって方程式を解きました。さて2番です。 0.7x 引く1イコール 0.4x 足す2、これも両辺を10倍します。 0.7x 引く1、これを10倍かける10ですね、イコール 0.4x 足す2かける10、こうやりますと、 7x 引く10は 4x 足す20になりますね。で、引く10を右辺へ、 4x を左辺に移行すると、 7x 引く 4x イコール20足す10ですね。引く10ですから足す10になります。で、 3x は30となって x イコール10と、方程式が解けました。では基本の4です。係数に分数、今度は分数ですね、分数を含む方程式は両辺に分母の最小公倍数、これをかけて係数を整数にして計算していきます。括弧1番、2分の 1x 引く3分の1イコールマイナス3分の 1x 足す3となっています。分母を見ると233ですね。2と3の最小公倍数は6ですから、両辺を6倍します。括弧2分の 1x 引く3分の1括弧閉じて、かける6は括弧マイナス3分の 1x 足す3括弧閉じて、かける6と、ね、両辺にかけるのを忘れないでください。これを計算すると、3x 引く2イコールマイナス 2x プラス18になります。マイナス 2x を、左辺に、マイナスを右辺に移行すると、 3x 足す 2x イコール18足す2になりますね。と、 5x は20x イコール4と、これで方程式が解けました。次です。2番、3分の x 引く8イコール4分の 3x プラス1と、こういう式ですね。これ分数の分母の上に式が載っている場合、これも同じように考えます。分母を見ると3と4ですよね。最小公倍数は 12なので、両辺に12をかけます。3分の x 引く8かける12イコール4分の 3x 足す1かける12と、こうなりますね。約分すると、前は4、約分すると後ろの方は3になって、これ 4x 引く8、もちろんね、括弧して x 引く8かける4でも構いませんよ、順番、ね、イコール 3×3x 足す1になりますね。括弧のある式ですから、これ括弧を分配法則で外しますと、 4x 引く32は 9x 足す3になりますと、 4x 引く 9x イコール
3+32 とこうなって、これマイナス 5x=35 と、これ下に書けないのでちょっとこっち行っちゃいますね。で両辺をマイナス5で割りますと、 x=35 はマイナス5はマイナス7ですね。 x はマイナス7と、このように方程式を解くことができるわけですね。今回は移項を使って方程式を解く、この復習4項目に分けて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。